おはようございます。本日も曇り空ですね。今日最高気温15度だったかな。寒いようですが、お父さんはねさささっとねお仕事に行きました。まあ、ということで本日私は布団洗いたいなと思っているので、布団洗ってその他ねお家のことや何やらしつつね、のらりくらりと過ごそうと思います。じゃあいらっしゃいますね。なんかゴロゴロしておりますけれども、いっちゃいないよ、神様しないでください。神様どっかにいると思う。たまさちゃん、あいた、みんなのおねぎ、ね、ベビーのお世話してるのよ、なんだよね。はい、ありがとうございます。今日もね、みんなで頑張っていきましょうね。始まったな。ランチタイムです。さっきお手言ったら左手出したんだよね。やっぱり左の方がいいのかな。一応手は出るようになったんだけど、左手が出るから右手は上げないんだよね。彼がやりやすい方がいいから、私右と左って固定したいって言ってたけど、彼は左利きだと思うので、お手は左かな。ねえ、タムちゃん、へいへいへい、タムちゃん行く行くね。今ねベビーね来ないからね。タムちゃんもやき食べたんですよね。もう終わるよベビー、よいじゃん、始まると思うからね、備えてくださいね。サニ君も食べに来ましたね。食べ終わったからお口拭いてお体拭きましょうね。お済ましたけどもうもらえないよ。荷物ね届いておりまして、パット様のブラックフライデーセールで購入したんだけど、今ね箱を開けて中身確認したんだけど、箱が壊滅的にね潰れて届いたから大丈夫かなと思って中身見ましたが、中身はしっかりと梱包されてたので大丈夫でしたね。はい、今年もこのメガパレット購入しました。使うのって感じかもしれないけど、まあこれはコレクターズアイテムかなと思いますがね。特に今年のカラーはあんまり使わないようなカラーも入ってるけど、とっても素敵で、これねセットだったんですけど、ハイライターとのセットで、このハイライターがめっちゃいいんですよ。じゃじゃーん、めっちゃ良くない、このエンボス、とっても素敵です。最高ね。カラーはちょっと濃いめかなとも思うんだけど、まあもうこのねエンボス崩したくないし、あんまり使わないかもしれないけど、これもコレクターズアイテムかな。今年のねパト様のブラックフライデーではこちらを購入しました。サムちゃんとねすごい勢いで走りまくってたから、遊んでるななんて思ってね、サムが足元来たから、あれおかしいなと思って腕向いたらこれ持って歩いてました。ずっと下入ってさ引っ張ってたからさ、折ったんだと思って、これ結構ね強くて簡単にそんな折れないんだけどな。多分からサムちゃんが多分私に悪い誇張してるわよって言いに来たんだと思うんだけど、あー何してんの。しかもさ、ここずっとさっき噛んでて、これあーほんと何してんのこれ、誰したのこれ。なんだよね、木の噛み応えがいいのかな。すごいな。まあ、これはちょっとおとなしく漢方してきましょう。はい、サムもなんかもぐもぐしてるぞ。あ、また噛んでるな。あじゃない、こうじゃないしておりましたら、いつの間にか薄暗くなっておりますが、ちょっと遅くなっちゃったけど、今日のアドベントカレンダーを開けましょう。まずサニー君はね、これはもういつも通りから、ちょっとちゃんと開けよう。こちらですね、チーズがクッキー、ちょっと割れてる。起きてきたじゃん、悪いが。ゴミ箱あさりをね、今日初めていたしまして、ティッシュがバラバラになっておりました。お父さんの鼻かんだティッシュだと思うんだけど、嫌だなと思ったんだけど。ワンちゃんね、今日は6日か。6はどこだ、見えるとこにないってことはこっち側か、ここにもないってことは大きいところか、あれ、あ、これだ、全然気づかなかった、この大きいのだ。ちょっと引き出すぞ、あれか、よいしょよいしょ、こっちこっちこっち、出てきて、はい、開けまーす。大きい箱が1、2、3個あるけど、そのうちの1つだ。なんだ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 、あ、かわいい、リンディアだね。あ、でも赤鼻ではないけれども、トナカイさんかな。あ、ピコピコなる、チュキなんじゃないかねーねー。興味津々のお姉様がいらっしゃいますけれども、こちらいかがですか、ダムちゃん。かわいいでしゅね。遊びます？じゃあ、サムちゃんからどうぞ。サムちゃんから遊んでください。どうぞ。あとでね、トムク貸してあげてね。とりあえずしまって。ということで、今日はおやつではなかったから、この中からおやつ出して食べようかな。それとも、チーズクッキーにしようかな。人間のは、もういいか、もういいか。あった、これだ。よし、開けまーす。この前も入ってた、ドライフルーツの入ったショートブレッド。これ美味しかった。私めっちゃ好きだった。チョコチップ入ってるやつよりも好きだったね。これ美味しかった。夢中で遊んでおりますけれども、おやつタイムにするかな。今日はこのサジックのクッキーにしようと思う。おしわりしてください。おしわりは？いや、インコだなぁ。まずサムちゃんからよ。お姉ちゃんからです、なんでも。サムちゃんじゃないです。もう。はい、ならじゃん。トム君は？トム君も大きいのあるよ。ほら、僕のでしゅかって聞いてるでしょ。はい、僕のでしゅよ。どうぞ。食べれるかな、上手に食べれるよね、歯強いもんね、あなたね。もうこれボロボロ早っ、うまい、早いな、落ちてるじゃん、ほらボロボロいっぱい。こういうのも綺麗に食べてください。うまかった、よいしょ、帰ってきたね。それで食べた、じゃあもう一つね、もう一つずつですよ、最後ですからね、サムちゃんね。
はい、どうぞ。はい、トムちゃんもいい子だな。お手どっちの手でするの？手、こっちの手でするんだよね。私が手出せないからしないけど。上手だな。うまいか、うまいか。もうボロボロ落ちたんや。何でも食べれるね、僕ね。すごいね。ちょっとなんかボロボロのやつをここにあるから、サムちゃんにあげよう。はい、あ、よかったね。うまかった？うまかったね。てか、なんかここにも置いとくボロボロしてるの。舐めて二人で。上手じゃん。ね、お掃除上手だな。ありがとうね、お掃除してくれて。なんか、テカテカに光ってるけど、いろんなとこ。よし、じゃあね。もう薄暗いけど、クリスマスツリー来てからね、掃除機ね、朝晩分けないと大変なことになるので、掃除機かけてからね、お散歩出ようと思います。それではお散歩行ってこようと思います。サムがさ、お洋服着るとさ、動きが緩慢になるでしょ。それをね、いいことにね、責められておりまして、ともにじーっとしてて耐えてたけど、サムかわいそうに、ね、まあ、ということで近所ぐるっと一周してこようと思います。行ってきます。どのうちもキラキラかわいいね。こういうの暖かいからやっぱりほっこりするよね。かわいいサンタさんとプレゼントとトナカイとクリスマスツリーね。サムちゃん真剣に歩いてるね。お家帰ってきました。めっちゃ家の中静かだけど寝てますね。じゃあね、サムちゃん、お湯拭いたらね、のんびりしゃんしててくださいね。私はもうちょっとうちのことして、今日全く編集できてないんだけど、ちょっと厳しそうだな、この時間やるのと思ってるんですけれども、まあ、とにかくお家のことね、どんどん終わらせていきましょう。はい、ご飯の時間ですね。サムちゃんの台を持ってくるの忘れちゃった。サリクにも出しましたけれども、だいぶ落ち着いて食べれるようになってきたかなって思ってるので、ちょっとカメラを回してみてるけど、どうかな。まだサムちゃんからね。サムちゃんのですよ、まだですよ。そうね、サムちゃんのだもんね、知ってるんだよって。はい、お利口者だね。いや、サムちゃんよろしくお願いします。お手本になってくださいね。で、お声もう一回。で、お声3回するんだよね。ベビーのためにね、してくれるのもね。で、お声よし、食べなさいでしょ、どうぞ。お利口者ちゃんくー、ベーベー。お利口にゃん、トムくん待ってるの。僕待てるんでしょよって。待っててね。お目目にカピカピついてるね。僕のは、これでしょよね。はい、お利口者です。待てできるんだよって。置いても、ちゃんと待てします。どうするんだ？お手は？手あげない。お手。トムちゃん。あれ？あの、ノー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 、お手してないことはないよ。ノー、お手、こっちなんでしょ。おかわり、はい、もう一回、手、しょ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 、上手上手、おかわりは、おかわり、しょしょしょ、手は、お座りしたままよ。もう一回よ、もう一回、お座りしたまま、頑張んないと、頑張んないと、もう食べれないんだよ、そうでしょ。手は、こっちの手よ。手、はい、しょね、おかわり、もう一回もう一回、手、しょ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 、上手ボーイ、おかわり、もう一回最後、手、おかわり、はい、よしいいよ、どうぞ。はい、グーボーでした。頑張ったね、おりこしゃでしたね。なんだかんだしてる間にサムがそろそろ終わるので、よし、じゃあヨーグルトさん入れよう。みんなご飯の時間が終わりました。もう寝たいんですね。早い、ねんねが。サニくんも食べてお注射してます。もう構わないでくださいモードですね。サムちゃんだけね、いつも何か気にしてるけど、サムちゃんもね、ねんねしていいですからね。まあ、ということで、私はこれからとりあえずご飯の支度最初仕上げして、で、いつもね、さっきシャワー見に行くんだけど、とにかく今日編集しなきゃなと思ってるから、お風呂入ってご飯食べるとね、足むくんできたりとかして、そう、集中できなくなってくるので、まあでもね、ある程度の時間までと思ってるんですけども、ね、お父さんの帰ってくる時間に合わせて行こうかな。どのぐらいに帰ってくるかわかんないけど、昨日も帰ってきてからね、すぐね、仕事しててね、11時半ぐらいまで仕事してて、お風呂入って、またね、夜中3時半ぐらいに目覚ましかけてて、そっから仕事しててね。で、私はそのぐらいに編集終わって寝たんですけども、夫婦してて、ね、変な生活をしておりますが、まあとりあえず、編集どんどん進めようと思います。お父さん帰ってきたかな。私が編集開始しようと思ったら、電話かかってきた。あ、もしもし、杉本です。電話かかってきちゃった。後でお帰りしましょう。ね。お電話終わって、お帰りの儀式してますね。よかったね。ほんぽくりしちゃった。おやばい。ただいま。ただいま、坊や。ねえ、お利口さんしてた？大興奮。お利口さんしてたの？坊や、お利口さんしてた？噛むの痛いしょ？悪してないか？よかったね、みんなね。
よし、じゃあもうちょっとしたらね、ご飯にしましょう。お父さんも中途半端だって言ってたお腹が。お腹しっかりしたね。一緒にね、いただこうと思ってます。ということで、ご飯にしようと思います。今、お父さん、爪切りしてましたが、終わったみたい。なんか今日ね、統一感がないっていうか、なんて言ったんだろうね。こっち側からちょっと置いたから、お父さんのはね、あれだけど、適当サラダでしょ。チャプチェ作りました。で、これはポテトグラタンの中身残ってて、シチューにしました。人参と、さつまいもと、マッシュルーム足して。で、あと、大根のお漬物と、昨日お父さんがね、タコを持ち帰ってくれたので出しました。以上になります。それでは、どうぞ召し上がれ、お父さん。うん、はい、それではいただきます。ご飯食べて片付けも終わりまして、ここなんかほうちゃが並んでるし、わたわた出てるけど、これのじゃないよね。これをシガシガしたのかな。そのサニクしか言えないけど、お父さん洗い物して仕事戻りまして、いらっしゃいますね。あちらにもいらっしゃいますね。もう気に入ってんのよ。とにかくこの前で寝たい。寒がりさんですからね。そう、寒よりずっとね、トム君もお着替えさん、パジャマさんお着替えさんしてねんねしようじゃん。ということで、私もまだまだ編集ねやりたいので、とりあえず編集終わらせて、それからねシャワー浴びて休もうと思います。何かおやすみ。給食でねんねするの。さっきまでねゲストルームいたんですけれども、お父さんね寝に行ってね、サニーも一人でねゲストルームいたから連れてきたんですが、一人でいたんだけど、一人なのはちょっと寂しかったみたいでね、サニーくんって言ったらね、なーんとかでね聞こえてくるよ、みんなが。今日も基本的にはここに入って寝てたかな。昨日も今日もね、この中でね3匹で一緒に過ごす時間が多くてね、3人がここでしょ、サムちゃんここで、トム君ここでね寝てたりね遊んだりしておりまして、でパッと見るとね場所入れ替わったりしてるんだよね。3人がこっちいて、トムがここいて、サムだったりサムだったりトムだったりみたいな感じで、起きてる時間もあれば遊んでる時間もあって、サニーはね基本的に寝てるけど、サムとトムはね見るたびに違うことしてたかな。兄さんに行く見守ってくれてるんですよね。子分たちがね何してるかね、ねんねしてる時も、そして遊んでる時も、仕方ねえなみたいな感じでね、ありがとうね、優しいんだよね。もう本当に何しててもこの中でさ暴れててもさ、じーっとしてんの。乗っかられようが踏まれようがぶつかられようがね、動じずにこうしてますね。ありがとうね。サムちゃんもさ、トムくんもさ、優しい親分がいていいですね。うん、ペロペロしゅんのありがとう。とにかくおじいちゃん子だから、明日もね子分たちのことどうぞよろしくお願いしますね。今日もおじいちゃんありがとうね。ゆっくりねんねしてください。おやすみー。サムちゃんもおやすみ。あたちくくでねんねするの。まんまるさん、みんなで一緒にねんねしなくていいの。夜ぐらい一人でゆっくりさせていいようなの。お父さんの見守り業務してたんですよね。あたちがプレストシャンに一番近いところでねんねしたいのに、トムクが取っちゃうのようなの。何違うの、譲ってあげているのようなの。いや写真だもんね。だもんじゃね、プレストさんがつけばさ、サムゼロ距離でさいつもいたと思うんだけど、今はねトムがゼロ距離でいるんだよね。体のね一部をねプレストさんにくっつけて寝ておりまして、それをサムちゃんがねちょっとね離れたところで見てたりするの。お姉ちゃんってすごいわね。プレストさんも譲ってあげちゃうの。すごいわね。もうびっくりよママ。いいのよベビーシャムインだから、くっついてなさいって言ってんの。よしよしいいのサムちゃんはよ。ねえありがとうね。今日もねベビーといっぱい遊んでくれてありがとうね。まあサムちゃんが好きで遊んでるのかな。とにかくまあ遊びたくてさ、遊ぼう遊ぼう言ってねトムとね遊んでますね。でねトムが飽きて他のこと始めるとね、あれみたいな感じになるんだけど、じーっとその場で待ってね、またトムが戻ってきたら一緒に遊ぶんだけど、戻ってこなかったらねスーッとねいなくなってね、あれサムちゃんどこ行ったと思ったら寝てるんだよね。あたちもねベビーと負けず劣らずねマイペーションですよね。それでいいと思いますよタムちゃん。明日もねベビーといっぱいいっぱい遊んであげてくださいね。よろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝にしてください。おやすみ。トム君もおやすみ。足抜けちゃってる？両足抜けてるね。いちごちゃんの可愛いパジャマ着てねんねしておりますが、ちょっと大きいんだよね。そうだから足が抜けちゃうの。今まで着てたモコモコのやつはねちょっと小さくてね、なんか可哀想だからキュッキュで、昨日からこれ着せて寝てるんですけど、これとねそのモコモコのね間ぐらいのサイズのパジャマあったらいいななんて思ってるんだけど、両方ともねエクストラスモールのサイズなんだけど、やっぱり会社さんによってね大きさ違うんだななんて思っております。
ますが、まあ、これはね一年中着れるね生地感のパジャマかなと思うので、夏でもねこれ涼しそうだからいいかなと思って、まあねこんな感じでね大きめなのでまだ当分ね着れるかなと思うけど、ちょっとこのいちごちゃんの絵柄がさラブリーすぎるからさ、今のうちにねたくさん着せてね、これはねもう着潰しちゃおうかなと思ってるんだけど、まあでもすぐに大きくなるからね、これが着れなくなるぐらい大きくなるかもしれないから、これ4枚セットだったからその他のものもあるから、その他のも着せた方がいいかなとは思うんだけど、ぐっすり寝てるね。ゲストルームいてねプレストさんずっと当たってたんだけど、お父さんが寝るよって出てきてね、その後小さいお仕事も大きいお仕事もねしっかり済ませまして、すっとこの中入ってね寝始めましたね。もう眠くて仕方なかったみたい。朝も早かったからね、お父さんが起きた時間にね一緒に起きてね、朝からプレストさん当たってたみたいなんですけども、朝はねサニックと並んでねくっついてたみたいで、サニーにねくっつきに行ってね、サニーのお手で舐めたりしてね、おじいちゃんこしてたみたいで、日中もねよく遊んでて、そう静かでねおかしいなと思ったらさ、バスルームのさゴミ箱あさってたけどね、私がね荷物届いてて、そうプロテインとかサプリメントとかいろいろねそれ片付けてる時にねいないなと思ってたんですよ。そしたらねいたずらしてましたね。バスルームのねゴミ箱はね蓋付きのゴミ箱じゃないからね、倒して簡単にね中身が取れるからね、覚えちゃったかなどうかなと思ってるんだけど、まあそれもね一時的なことだと思うから、サムもやったしね、トトポミはねゴミ箱に漁らなかった、漁れなかったが正解かな、背の高いね蓋付きのゴミ箱しかなかったから、その当時今日トム君はティッシュをボロボロにしておりましたけれども、サムはよくね綿棒持ってた、なんか白い棒くわえてるなと思ったらさ綿棒だったね。あポミもそれはやってたわ、いたじらさんしてましたね。ねいたじらしないでくださいね、あれゴミ箱ですから、お父さんのバチバチの鼻水チョキのティッシュボロボロしないでくださいね、お願いしますね。今日も一日ありがとうね、ゆっくり寝してください。おやすみ。またも、おやすみ。今日もとっても素敵な笑顔ありがとうございます。ブッダ、そうだ思い出したよ。今ママお話ししてて。ブッダも綿棒持って歩いてたよね。前のお家かの時に、お2階上がってね、静かにしてるなと思ったら、綿棒を加えてたね。私が座りのビデオ撮ったりなんだりしてる時にね、よくお2階ね、うろうろしてたんだけど、なんかポミ静かだなと思って、隣座ってたりとかしたんだけど、パッと見たらね、何その白い棒と思ったら綿棒だったよ。そんなこともしましたねポメタね、あんまりいたじらしなかったんですけどね、なんか魅力的だったんですか綿棒、お父さんが使った綿棒じゃないですかねあれね、お父さんの匂いがしたの、うんしょっか、お父さんチュキだもんねポタね。今日トム君もお父さんの鼻水チュキのティッシュボロボロしてましたよ、やだねもうさーね、いたじらダメでやんちょ言ってあげてくださいね。まあプッタも言えた口じゃないかもしれませんけど、それに関してはね、よろしくお願いしますね。今日も一日ありがとうね、家族みんな守ってくれてありがとうございます。明日も明後日もどうぞどうぞよろしくね、おやすみ。本日もこちらで最後のご挨拶をさせていただこうと思います。ただいまですね12時48分になります。今ちょっと机に手ぶつけて揺れたかもしれないけど、そうまだ私シャワー浴びてなくて、ちょっと前まで編集してたんですけれども、お父さんはね11時過ぎぐらいにもう限界だって言ってねシャワー浴びに行きまして、でねまたねゲストルーム行ってお仕事してたんですけれども、あーやっぱり無理だ言ってね、明日また早く起きて仕事するわ言って12時ぐらいかなにサブちゃんねねの間の通り連れてってくれて、ベッドルーム行きまして、まあ多分もうね一瞬でね寝落ちしたんじゃないかなと思います。ということでね本日はですね、まあ何してたんだろうっていう感じなんですけども、まあお家のことやなんやらしつつね、お布団洗ったりとかしてね過ごした一日だったんですが、少しお話しいたしましたが、私もお父さんもですねちょっとねいろいろカツカツになっておりまして、もうねずっとねご飯の前にシャワー浴びてでご飯食べて、まあちょっとゆっくりして休むみたいなね生活してたんですけれども、今日ね先ほども申し上げましたがね、まだシャワーも浴びてないんだけど、まあね特に何かこれっていうことをしてるわけじゃないんだけども、あっという間にね時間が過ぎてて、あああれしなきゃこれしなきゃと思って何か始めると、もう1時間なんて一瞬で過ぎてて、気づいたら3時間ぐらい過ぎてたりするんだけど、時計見てね焦ってねおおと思ったりして、ほんと1日はあっという間。今年はねのんびりペースでねビデオをアップロードしておりますが、去年までね私ね毎日ビデオをアップロードしてたんだけど、どうやってやってたんだろうと思って、
って本当にどうやってやってたんだろう、何がなんだか分かんないわってね今日ね思ってたんだけど、まあまあとにかくやっぱりこの1分1秒がすごく貴重だなと思って、なんだろうな、やっぱりこうああもうこんな時間だ、あれもこれもそれもしなきゃなんて思ってると心のゆとりもなくなるし、焦るとさ普通にしてたらね何ともないことがうまくいかなかったりすることもあるので、今日はねなんかちょっとわちゃわちゃしておりましたけれども、できる限りね毎日ねゆとり持って焦らずにね一つ一つのことねできるようにねしていきたいななんて思っております。まあということでとりあえずこれからシャワーを浴びて、できればね足のマッサージしてからね休みたいななんて思っておりますので、本日はこのあたりで終わりにしようと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。